ございます。おはようございます。お世話になっております。 DIC の広報細田でございます。はい、本日は BMW M2 M2 どっちでもいいけど M2 です。はい、YouTube 見てきてもらったお客さんではなく、僕の昔からお世話になっているお客さんです。BM 鈴木ですね、このお客さんは。前から BM ばっかり乗ってます、ね、結構乗り換えて、でこれが一番長く乗ってんじゃないかな。これね、いろいろやらせてもらってるんですよ、うちで。実は例えばね、はい、ここメッキやったんや。あ、黒に塗装したんですよ。おー、で、あそこ何だったかな、こういううちですけど、あ、このウィング、でこの人ガチでサーキット行ってガチで飛ばす人なんで、あのサーキット行った時に割れないようにしてねっていう、あ、見えへんか、すっごい補強入れてるんですよ。あ、インスタには載ってたかな、ブログには載してたと思うよ。普通だったらここの下の足のところにボルトが2本、あ、3本かな、ネジ穴が入ってて、はい、そこで止めるんだけど、まあ、ワッシャー入れたりして、僕はそれだとここに力が入りすぎるんで、はい、しかもこれカーボンじゃなかったかな、カーボンやな、だから大きい板カマして、はい、でそれにつける、で力を分散させるという風な努力をした結果、まあ、サーキット行っても今のところ大丈夫、壊れてない、一ちょこりんで割れると思うよ割れるっていうかね、へこんだりとか、あ、この当たってるとこだけギューッと下に、あと、まあトランク締めるときにね、結構ゆっくり締めてくれないとハンマーでどつくのと一緒ぐらいの力はあるからねですね。で今回は 3D デザインさんの、はい、中古のなんかリップスポイラー、おー、うん、はい、カーボン、これをクリアコートして、はい、サイドステップ、あ、サイドの下に、そうです、サイドステップ、あ、そうそう、今回のほうは、はい、ここの飛び石ですね、なんか、あ、いや、もうサーキット走るとこんなんで済んでるだけ全然いいと思うけど、そうですね、まあ、綺麗な、綺麗好きなんですね、お客さん。この辺の飛び石を全部拾って綺麗にして、でさらにクリアコートした先の 3D デザインのリップスポイラーが多分この辺に下に来るんでしょうね、つけてあげます。はい、今回の作業依頼はそれだけですあんまり大した作業じゃないんだけどシートとかやばない？そうなんです、シートすごいそうです、もうちょっと、はい、やばない、これこれすごいっすよね、高い方のやつやんな、多分レカロの 2600A で、僕の絵が確か、あ、ちょうど横に2700やったかな、え、どこに書いてあるの、さあ、ベルト、よいしょ、あ、ちょうど多分向こうなんかもしれないですね。あ、本当だ。ほら、2700G だ。これ2700G。はい。めっちゃそっくりなんやけど。はい。パッと見一緒じゃない？そうなんですよ。そっくり見てみて。はい。結構がっつり一緒に見えるでしょ。え、何が違うのって感じじゃない？ほんまにそうですね。どこが合っちゃうんやろうっていう。これ天と地の差があるよね、確か。こっちがめっちゃ安いね。20万ぐらいとかな。もっとしたかな、ごめんなさい、忘れた。あっちめっちゃ高いね。ドライカーボンやもんね、そもそも。あ、カーボンなんですよね。きっと。多分形は一緒ない。素材、中の素材とか。そう、ただドライカーボンっていうだけで値段がバッコン跳ね上がってんちゃうかな。多分そんなんやと思う。こだわりですよね。すごいですね。っていうかさ、その隣の GTR も同じやつついてない。ほんまですか。これ違うか。でもレカロはレカロ、ね。いやいや、同じやつ。ちょっと待って。何個あんのレカロ。ちょっと動かすわ。はい。
2600A。 ほら 2600A やん。やば。まあ僕そんな知りたいことはありないんでとか言うしかないやろ。今サイドステップを UK に外してもらって、でサンディングして、飛び石あった部分にインサフェーサー打って研いだ状態で、だからもう塗る直前みたいな感じなんですけど、ここ見てください。ここ分かる、なんかブツブツなってんの、このなんか黒くなってる濃い感じの、これまだ飛び石なんよ。あ、今はサフェーサー打って表面ペーパー当てるじゃないですか。はい。お、深く飛び石が深くなってるところはペーパーが当たらないんで残ってるってことなんで。ああ、分かりやすいでしょ。はい。飛び石が残ってる、まだ残ってるよ。こっちが一番こうよく当たりそうなとこ、まだ黒テンテンテンになってるでしょ。はい、うん、これまだダメだよ。このまま塗ったら出る、これがそのまんまマシにはなるけど出ちゃうんで意味がない。でもわ、いいんですよ、これで。これでどこにさ飛び石があるかはっきり分かったんで、この上から UV サフェーサーっていうのを入れて UV でパッと速攻で乾かして塗っていく、そういうイメージですね。こういうイメージですね。あー、ぴったり。さすがほら 3D デザイン、すごい。この端っこも、うん、ぴったりにしたりね、ぴったり全然見えてますね。ほんで、このビスで止めろってことか。ここにビス穴があるから。あ、ビスでバンバンバンって言って、裏は何もないもんな。裏かもしれません。あ、そうですね。ビス大丈夫なのかな。ボルトナットでもいいと思うけどな。まあ、そうですね、ちょっと穴大きいですね。そう、この辺はうまいことやります。月がいいんで、そんなガチガチに止めんでもいいのかな。すごいな、ほんまに精度やばない、いっとるよ。俺が手でちょっと乗っただけで隙間がないんだけね、ピターってピターと持てる、素晴らしい。モデリスタなんで、これも足付け、シルマーコバはあれやってるわ、ほら見てみる。それ何番？今400番。これね、クリアコートもみんなねほんま分かれるんですよ、ペーパーの、ね、2000番とかで行く人もおるからね。え、そうなんですか、そんなに細かい、うん、超。え、どっちの方がなんかいいみたいな、メリットデメリットみたいなのがあるんですか？2000番とかで行く人は、はい、そのクリアをできるだけ元々のそのクリアを残したいとか、あー、ペーパー目が出るのが嫌とか、クリアでも出るとか言う人おるからね。僕はそういう経験が一回もないので、どちらかというと今このサイドステップについてるクリアコートを多少落としでもいいから粗いのでいって、で自分のクリアをでしっかり塗膜をつける。で粗ければ粗いほどその傷が深いじゃないですか。はい。ってことは食いつきがいいんですよ、塗料の。ってことは剥がれにくくなるんですよ。2000番の密着性と400番の密着性って線と地の差がありますからね。2000番だったらどうやろうな、爪でも切り合ったら剥がれちゃうから、パリパリパリって。そんなもんステッカーと同等クラス。400番は何しても剥がれない、ペーパー当てても剥がれない。っていうことはペーパーで削り落とすしかないぐらいまで密着するんで、僕はそっちの方がいいかなと思って、こういうクリアコート、カーボンパーツとかなんかクリアコートするときは400、600、事情がない限りその辺ですね。最低でも800。クリアとかにもよるんやろけどな、薄いのやったら出ちゃうっちゃ出ちゃうな、塗った後にな。まあ、クリアにもよると思うんで、まあ皆さんいろいろ試してください。はい。じゃあ、コバのペーパー職人、当て終わったら塗っていきますので、はい。はい。また塗ってるところ、撮ってください。はい。はい。今から塗ります、はい、で、さっき言ってたように飛び石もう一発 UV サーフで拾って完全に埋まった状態で、あ、この白い、そうそうそう、白いね。
で両方やってますと。で今回2回に分けて塗ります。今12時、11時50分、あと昼休憩まで10分なんです。その間に10分で要はこの下色って言ってこの BM の色を配合せずに、配合というか調色せずに配合だけで作った色だから合わせてません。これをまずこの下のここでマスキングしてます。2回に分かれます。今日はここマスキングしてるんですね。色かからないようにして、はい、でこの飛び石の部分だけをこの今作った配合で作ったデータで作った色を塗っていきます。はい、要はまあ色を染めるって言って、このまあこのサフェーサーの部分の色をこの BM の色に近づけてあげる状態で、なおかつ余計なところにかけない。手やからツヤツヤなところでやっぱりで、この状態で昼1時間休憩して戻ってきた頃には乾いてると。で乾いてる乾いた表面をちょっとまたペーパーで慣らして中研ぎっていう作業をして、で今度はグラデーションこの守ったところをかけないように、なおかつこのかけたところとかけてない境目を影のように動かしていくグラデーションクリア。クリアになるときはこれ一個一個いっていうイメージ。でなんでこんな まどろっこしい塗り方する、いや一回で塗ったらいいやっていう人もおると思うよ。でもちゃんとこの塗り方には理由があるんで、それは2回目塗ったときに説明します。じゃあ休憩しましょうか。はい、よろしくね。遠慮がちでちょっと行った方がいいかも。いつも通り行くとダラーって垂れ